私はもともとそれこそ父親がこのカメラの要は映ってる側じゃなくて奥側に行ってあの番組とかを作ってた人間だったから、そういう現場よく見学しに行って。え、お父さん？そうで、あのそうやっぱ親父がさ、やっぱカメラの手前にいるじゃない。で、あ、こんなに人がいるんだって同じように思って、で映ってる人はあの人たちだけなんだと思って、でその出来上がった番組とか見てるとさ、そのエンドロールで、その出演者の後にこう親父の名前とか、そうかかっていたあの人たちの職人さんたちがこう名前を連ねていく感じがめちゃくちゃかっこよくて、だから制作の勉強とかもしようと思ってたんだけど、映画の専門学校とかにちょっと行ってたりしたんだけど、でも父親にお前は現場に出た方が絶対に早いから机の上で勉強するんだって言われて、そこからなんか、あ、じゃあモデルさんから役者さんみたいなルートが当時はなんか、なんて言うんだろう、スタンダードになりつつあったから、モデル事務所に連絡して、役者になりたい前提でそうモデル活動みたいなのしてました。